こんにちは、ケイダラです。今日は SA コラボのワクワクの実源泉の話をしていこうと思います。まずこの源泉に関してなんですけども、源泉っていうのはもう答えがないんですよ、正直言うと。なので、あくまで僕一個人の考え方として吸収してほしいなと思ってます。あと、それぞれのキャラ持ちだったり、プレイスタイルによって、身の付け方は大幅に変わります。なので今回は2つのスタイルに分けて紹介していこうかなと思ってます。まず1つ目なんですけども、後日だったり近畿とかの難しいクエストを初回攻略目指さず、普段は通常の降臨周回などを楽しむ方、こちらを周回組っていう風に今回呼ぶんですけども、これが一つですね。二つ目がその逆で、初回から高難易度の制覇を目指したりとか、新後日も最速運極を目指すっていう方は、攻略組っていう風に言ってまして、ちょっと SAO 風に言ってますね。僕はやっぱりそのライブとかで初回からもうがっつり、制覇を目指していくタイプなので、そっち寄りの厳選をしようかなというふうに思っております。で、今回は証をつけた前提でお話をしていくんですけども、もしつけない場合は紹介した中からいらないと思う身を、自分のスタイルに合わせて選んでくださいっていう感じでございます。基本的にワクワクの実っていうのは、そのキャラの長所を伸ばすのがいいと思いますので、その強みを話した結果、こういう厳選がいいんじゃないかなっていうところを話していこうと思います。最近の話なんですけども、やっぱりね、全体的に友情コンボが強いキャラが増えております。特に砲撃型のキャラは、とんでもない火力をね、一旦とかで出してくれるんで、正直バランス型とかスピード型に遊撃は、もういらない時代が来るんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、もちろんバランス型でも、友情ブースト持ってるキャラとか、あからさまに友情コンボが強すぎるキャラはつけていいと思うんですけども、キャラ持ちがいい方はね、ローレライだったり、トゥーフォーオールだったり、エクスカリバーだったりでね、補ってるところが多いと思いますので、そんな優先的につけなくてもいいんじゃないかなと思ってきました。やっぱりね、この動撃、遊撃、即必殺っていうのは無難に強いんですよ。勝手にね、三種の神器って呼んでるんですけども、この3つをつけてあげれば大体のキャラは強くなります。それだけじゃね、やっぱり面白くないので、しっかりね、考察していこうかなと思います。まず、アスナですね。このキャラは、マインスイーパー L、超アンチワープによるギミックを火力に変えるアビリティだったり、友情コンボが両方とも水属性で、結構威力も高いんで、非属性相手には大ダメージを与えてくれます。で、SS も自強化倍率結構高め、プラス遅延効果もあるので、SS も魅力ですよっていうキャラですね。全体的にバランスがいいので、周回組の方は、動撃、遊撃、即必殺が無難かなっていうふうに思ってます。攻略組の方は遊撃を捨てて同撃、同盟撃、即必殺がいいかなっていうふうに思ってます。基本的に僕ね、同撃速が好きなんですけども、貫通タイプはね、正直スピードちょっと上げたとて、減速率が激しいので、そんなに変わらないんですよね。で、アスナはちょっと HP も低いので、同盟撃の方がいいんじゃないかなっていうふうに思って、今回は同撃速を捨てました。もちろん同撃速先に出たらそっちつけてもいいんですけども、そこまでこだわらなくてもいいかなっていうふうに思ってます。周回組となると、やっぱり普段から友情コンボをバツバツ当てていくんで、友情の威力 25% アップできるのは結構な強みになるかなというふうに思ってます。で、やっぱ SS がね、溜まりにくいので、即必殺はほぼマストでいるんじゃないかなと思ってます。同じようなアビリティだったら、ローレライがいるんで、そっちにね、平明証明つけてる方多いと思いますので、アスナにはその辺はつけなくてもいいかなというふうに思いました。次はシノンですね。こちらのキャラは攻撃力31000超えの攻撃力だったり、超アンチダメージオール、またキラーも持ってるんで、結構殴りが強いキャラですね。さらに友情コンボが、両方とも全範囲を狙うんですけども、必中なんですよね。なんで、友情コンボの威力を上げると結構恩恵があります。で、SS も自強化プラス全体攻撃、プラス防御力ダウンも入るんで、防御力ダウン結構魅力的ですよね。はい、そんな感じのキャラなんですけども、周回組だったら、同撃、遊撃、即必殺。三種の神器ですね。で、攻略組だったら、同撃、同撃即、同盟撃がいいかなというふうに思います。やっぱり周回ってなると、この友情コンボはめちゃめちゃ優秀なので、遊撃はマストかなというふうに思います。で、周回で、結構ね、この12プラス12ターンの SS っていうのは、とどきくん使ってるからわかるんですけども、2段階目が即必殺つけても結構ね、もう最近だと、たまらないっていう状況もあるんで、いかに早く1段階目を打つかっていうところの勝負になると思うんですよね。なんで、即必殺1本あれば、周回では結構役に立つんじゃないかなっていうふうに思っております。攻略組としましては、やっぱりね、同撃、同盟撃、同撃速なんですけども、アンチ減速壁が追加されたっていうところだったり、闇属性耐性を持ってるんで、闇の高難易度でハマる可能性が全然あるキャラなんですよね。しかもダメオブロックっていうのはカメハメハがいたり、ブロック減速壁はアミダがいるんで、結構怪しい線をもらってるので、まあ、がっつりね過激厳選仕上げてもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、種族も神なんで魔人じゃなくなったのがちょっと痛いところなんですけども、まあ、自身の火力を伸ばすっていう点ではつけてもいいんじゃないかなと思います。次はキリトですね、まあ、こちらのキャラは高ステータスプラス、まあ、超アンチダメージオールだったり超アンチワープによる殴り火力が非常に強力です。友情コンボも友情ブースト持ってるんで、まあ、砲撃型の威力を超えてるんですよね。なので遊撃も全然ありかなっていうふうに思ってます。やっぱりね一番の魅力というとこの SS なんですけども、まあ、特に追撃の部分がボス必中になったので、これがねやっぱ大きいかなというふうに思ってます。一番の魅力は SS っていうふうに僕は捉えております。周回組だったら同撃遊撃即必殺、攻略組だったら同撃同撃即もしくは同盟撃かなというふうに思っております。まず周回組の方なんですけども、まあ、もちろん三種の神器ですね、まあ、友情も強いし SS も速くってね弱点効果アップもしたいしっていうところなんで、この2つはマストで、まあ、過激な部分はまあ好みかなっていうふうに思います。別に激撃つけてもいいし、で攻略組に関してなんですけども、まあ、やっぱりそのボス必中になったっていうところから見ると即必殺はね割と欲しいかなと思います。やっぱりこの SS を11ターンで打てるってなると結構ね中ボスとかにも打ったりできるんで割と便利なんですよね。まあ、仮にこれが20プラス4ターンだったら別につけなくてもよかったかもしれないんですけども、11ターンで打てるのは結構大きいので僕はね即必殺マストかなというふうに思っております。しっかり過激も乗せてあげれば SS の火力も上がるので、まあその相性がいい同撃同撃即必殺がいいかなというふうに思っております。で反射タイプっていうのは貫通に比べると減速率が低いので同撃即の恩恵はやっぱ大きいですね。僕はね同盟撃そんなにつけないので特に反射は同撃即がいいんじゃないかなというふうに思っております。次はユージオですね。超アンチダメージオールカウンターキラーによる殴り火力がね最大 1.95 倍になります。まあ、約2倍ですね。これは強み。そしてカウンターキラーの乗るコピーだったり、まあ、外壁のできる友情コンボが魅力的でございます。SS も自強化プラス全敵を攻撃するものなんで、これがまだ強いんですけども、短縮持ってるんで、まあ、一応、早く打てますっていう感じでございます。周回組だったら、同撃、即必殺、照明、もしくは平明。攻略組だったら、同撃、同撃即、同盟撃、は即必殺っていう風になっております。まず周回組なんですけども、なんで遊撃ないのって思う方いるかもしれません。で、まず初めに言っとくと、コピーに遊撃は乗ってこないんですよね。コピーは、コピーする側の友情コンボの威力を引き継ぐので、遊女に遊撃つけても、回復弾の威力しか上がらないんですよね。なんで、遊撃はいらないです。となると、もう基本的に過激とかの部類になってくると思うんですけども、まあ、便利屋さんとして照明とか平明もつけてあげるのがいいかなというふうに思います。で、攻略組なんですけども、まあもちろんこちらは近畿21の国で使ったりもするので、まあ過激ゴリゴリに上げてあげる。もしくは、まあ、少しでも早く SS したいって方は即必殺もありかなっていうふうに思いました。次はベルクーリーですね。こちらは超アンチダメージオール弱点キラー、バイタルキラーの殴りが非常に強力なキャラです。で、SS も自強化プラス追撃 SS がありまして、まあ、ボスと雑魚の殲滅力は結構高いんじゃないかなと思ってます。特に割合攻撃の方なんですけども、最低ダメージが設けられてまして、2段階目だったら75万入るんですよね。なんで、まあ、正直言うとメテオみたいな感じで使えるんですよ。それで雑魚処理もできるんで、結構使い勝手はいいんですよね。なので、割と SS も捨てがたいなっていうふうに思っております。周回組だったら、同撃、同撃即、即必殺。攻略組だったら、激撃、戦撃、即必殺がいいかなっていうふうに思っています。こちらはクラピカ持ってる方向けなので、クラピカ持ってないっていう方は、同撃3種がいいと思うんですけども、まあ、結構クラピカと組み合わせることが多いと思いますので、まあ、被らないようにしてあげるのがいいんじゃないかなと思っております。周回組に関してなんですけども、もちろん遊撃もありです。ありなんですけど、ちょっとやっぱ癖があるので、まあ正直 25% の恩恵を上げるんだったら、まあ、火力伸ばしてあげる、もしくは SS を一周でも早く打つようにしてあげるのがいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあやっぱ SS の追撃の部分めちゃくちゃ使いやすいので、周回においても雑魚処理に使えるので、結構いいんじゃないかなと思ってます。攻略組に関しては、もし本当にクラビカ持ってないんだったら同撃3種がいいかなと思ってます。もしくは同撃2種と即必殺ですね。やっぱりこの SS は、実業家倍率も結構高いですから、このキャラの強みだと思うんですよね。できるだけ早く売ってあげたい、もしくは2段階を売ってあげたいので、言うてそんな22ターンは重くはないんですけども、即一冊あったら便利なんじゃないかなというふうに思ってます。他は好みですね。撃速つけてもいいし、HP が低いので、鮮明撃とかもつけてもいいんですけども、この辺は好みになってくるんじゃないかなと思います。最後はアリスですね。こちらのキャラは超アンチウィンドウだったり、超戦機解放をしてあげると超スピード型になれるんで、機動力がね、めちゃくちゃ高いキャラかなっていうふうに思ってます。もちろん条件が整ったらなんですけどもね。さらに友情コンボが2種類ですね。広範囲の光属性の友情コンボなので、闇属性相手にめっちゃ強力です。超火力を出してくれます。で、SS も自強化プラス弱点判定をたくさん取れる追撃を放ってくれるんで、威力もそこそこありますね。周回組に関しては動撃、遊撃、即一冊。攻略組に関しては動撃、同盟撃、もしくは動撃、照明、平明かなっていうふうに思ってます。まず周回組なんですけども、先ほど話した通り、全て結構整ってます。全体的に強いんで、この三種の神器が一番無難かなっていうふうに思ってます。で、攻略組に関しては、今後接待来る可能性がやっぱ高いと僕は思っているので、過激ゴリゴリつけてあげてもいいんじゃないかなと。思ってます。そうか、照明平明とかで味方サポートもしてあげるのもいいんじゃないかなというふうに思ってるんで、この辺は好みになってくるんじゃないかなと思ってます。アリスはやっぱり現状ね、活躍するクエスト少なすぎるんで、優先度はそんな高くないんですけども、基本的に SS っていうのは攻撃力に準ずるので、バーストエレメントの火力もね、動撃をつけてあげると上がってきます。以上そんな感じで周回組と攻略組で分けていったんですけども、僕は基本的に攻略組なので、あんまり遊撃は考えてないですね、今回のキャラたちに。基本的にもう過激ゴリゴリかなというふうに思ってるんですけども、キャラを引くべきかっていう動画でもね、そのキャラの強みだったりを話してるんで、ぜひそちらを見てキャラの強みをもう一回知って厳選してあげるのもいいんじゃないかなというふうに思ってるんで、そちらの動画も見てもらえるとすごく嬉しく思います。はい、そんな感じで紹介していったんですけども、今日いつもと違うカメラを使って撮影してるんで、ちょっと不十分なかったか大丈夫かなっていうところが心配なんですけども、何かあったらぜひコメント欄にて教えてください。それではご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録の方もお願いします。モチベーションつながるのでぜひお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。